その時に一瞬思ったんだよ、えハゲたとかねこうやって鏡に、あ、本当だっつって毛生えてるみたいな1日3時間ぐらいピアノと発声練習を毎日毎日やって、精神的にものすごく不安定な状態になってるってことを途中で気づいて、はい、おい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 大丈夫かお前みたいな自分の中でも、まあ、なんとか別にそれで落ち込んだから変わるわけじゃないから、まあとにかく体を治そう、やれることやろうって思ってる中で、まあいろいろトライして、それでも瞑想して、その中でもちろん食生活から何からかなり厳格にはやってたし、治してたし、それでその再生治療を始めるようになって、でまず脱毛が止まって、あ、じゃあそれも再生医療で止まったんですね、うん、止まって、もちろんその再生医療をやったからそれが止まりますとは言われてないんだけども、その他のその疾患を治すために、そもそもの疾患を治すためにやったことがきっかけで、まず脱毛が止まって、で止まったっていうのを認識したのは、まあ、ある日突然なんだよ。ある日突然シャワーを浴びてるじゃん、でパッて見たら毛がないわけさ、その時に一瞬思ったんだよ、えハゲたとかねもうなくなった、そうそう、なくなったのかって、やっぱ落ちるものが、 いつも落ちてたから、はい、えってで、こうやって触って、あるあるあるってでその後濡れたまま鏡見て、あるあるって、あれって流れたのかなとかで、こうなんか蓋開けてみて、いやねえなみたいな、うん、でドライヤーで乾かしてて、いつもだったらブワーって落ちてた毛がどんだけやっても落ちないんだよ、はい、わ落ちないみたいな、めっちゃ嬉しかったんじゃないですか。いや嬉しかったね、うん、止まったみたいなドライヤーかけて髪が飛ばないっていうんで、そこまで喜ぶ、やっぱそうですよね、それはでもそれはそうですよね。まあでもね、その時点でめちゃくちゃハゲたからね、びっくりするぐらいもうスカスカになったんだよ。へー、本当にとてもじゃないけどその状況はさすがに見せれないなって。へー、でその時はね、さすがに写真撮ってなかったんだよ、あまりにもひどかったから、はい、で そこまでできる気力じゃなかったんだよね、はい、でだいぶ治ってきて、だいぶ戻ってきたタイミングから写真撮り始めて、自分で、はい、残ってんだけど、未だにそれまた何かのタイミングで出すと思うけど、写真集にしましょう全部ビデオとカメラに撮って、はい、そのちょっと記録残しとこう、うんうんうん、これがもしかしたらそういう同じことで悩んでる人たちの、はいはい、なんかこうちょっとしたなんか希望になったらいいな、励みになりますよねって思ったから、はい、これ撮らなきゃって思って途中から撮り始めたんだよ、はい、だから結構、まあ、改善してる途中から撮り始めてはいるんだけど、それでもまたスカスカだったんだけど、うん、前とかね、で途中から秘書に言われて気づいたのは、若毛生えてますよって言われたんだよ、はい、何何って言ったら、短い毛が、髪の毛長いじゃん、もう、はい、短い毛がサボテンみたいにブワーって、こう飛び出してるんだよ、はいはいはい、いろんな場所から。若これ新しい毛じゃないですかって言われて、うんうん、でこうやって鏡に、あ、本当だっつって、毛生えてるみたいな農家の人が何かの芽が出たら喜ぶみたいな感じ本当そんな感じ。でそれがちょっと収まって、その脱毛が止まって、はい、毛が生えてきたぐらいから
肌の顔にブワーって出てたものがちょっとずつ消えてって、いまだにまだ残ってるんだけどね、はい、あの部分部分には顔は消えた。よかったっすね。だけど完全に昔の顔に戻ったかって言われたら、うん、いやそれでもまだまだ戻ってないなって、そのシワだったりとか、はい、老けたなって自分では思うんだけどね。ただようやく戻ってきたなって、あとこれを、ね、2,3 年続けて、はい、どこまで改善できるか、あわよくば、はい、若くなったらいいなみたいな。でも現時点で30代に見えますか？おでもそれもじゃそのどん底の状態から特にその回復というかしていく兆しが見えない中で、その再生医療の下から全部がこう少しずつ動き始めた。戻ってきた。それ以外の治療同時並行でやってたとかじゃないんですか？なんか薬、それ用の薬飲むとか。もう取ってないね。再生医療だけ、幹細胞治療だけしか受けてない。そうなんですね、うん、なんかちょっと魔法みたいですね。こう、いい意味でパルプンテ、何が起こるか分かんないけど、ベホイミ、ベホイミ、ベホイミ、だから自分の体が自分自身で治していこうとしてるのは分かるよね。うーん、だけどやっぱりその自分の体がボロボロだった、まあこれ多分これでももうめちゃくちゃ治った方だとは思うんだけど、分かるでしょ、ボコボコのまだ跡が残ってんのが、はい、これでもめちゃくちゃ治ったんだよ。うーん、ひどかったから。なるほどなるほど。じゃあまたガクトさんに何か勝負を挑むとしたら、治りきる前に挑んだ方がいいですね。バカな唯一チャンスあるとしたら 今しかないかもしれないですね。バカだろ病人相手に勝って何が嬉しいわけ。されどガクトさんですからねやっぱり体力も落ちたしね。あ、落ちました。落ちたね。やっぱトレーニングとかもその間できないですか？頑張ってやろうとはしてたけど、もう本当に体重10キロ以上落ちたからね。なるほど。で最初その10キロ落ちて写真撮った時に巧みに見せたんだよ、はい、巧みってどう思うって見せたら、昔のロッカーみたいですねガリガリで。そうあ、じゃあ筋肉も落ちちゃったんだ。落ちた。まあそうですね、ガクさんが10キロ落とすってなると、もう筋肉落とさないとですもんね。で、トレーニングを、まあ、未だに昔みたいにフルでトレーニングできるかって言ったら、フルでやっぱまだできないけども、うん、毎日ルーティーンとしてやることはやって、で、ハードなトレーニングも少しずつこう、荷重かけていって、やるようになって、でも、明らかに自分の声が戻ったのは自然じゃないんだよね。自然に戻ったわけじゃない。途中からもう発声練習し始めて、ピアノで僕でこんなに練習したことないっていうぐらい、1日3時間ぐらいピアノと発声練習を毎日毎日やって、やることないじゃんだからもう毎日ピアノの練習と発声練習をやって、最初全然出ないとこから半年でかなり出るところまで戻して、でもやっぱり今度は歌が歌えるところまで戻して、でせっかくだからちょっとキーも上げてみようみたいな、ついでだし、ついでだしやることないしで今まで自分が歌ってたレンジ、僕は低いのも高いのも結構、まあ男のボーカリストっていうか、おそらく日本のボーカリストではレンジ一番広いと思うんだよ。低いのはとことん低いところまで出せるし、高いところもかなり高いところまで出せるんだけど、上どこまで伸ばせるかやってみようみたいな。
現実に使える音域が1,2,3,4,5,6,7音か上げて。ほう。え、その今までより。そう。出たんですか。出たじゃなくて出せるようになった。へえ。やっぱ練習ってすげえなとかね。はいはい。だけど出せるようにはなったけど、長時間前みたいに歌えない自分もやっぱりいるから。体力的に。そう。うん、だから今度はその状態のままいかにキープできるか。体力を戻せる。っていうことを今ちょうどやってる最中で。それで体力戻ったら、じゃあ今までよりもパワーアップしたパフォーマンスができるってことですか。そうね。まあ言うならば、言うならばセルの第二形態みたいな。なるほど。第二形態なっちゃいますか、第二形態に、うん。もしくはフリーザの第三形態みたいな。フリーザの第三形態、第三形態、あのどの状態だっけ。まだあのツルツルの前の前かな。はい、なるほどなるほど。でかい感じ。なるほど。完全体になったらまたツルツルになっちゃう。完全体に行くのはやめようみたいな。そうなん。でもその闘病の時に、まあ、何ヶ月って、まあ、外も出れないしとか、まあ、自分が最終的に良くなるのかどうかも分かんなかったりとか、まあ、死っていうのを意識したりってなると、まあ、さっき落ち込んだって言ったじゃないですか。それってもううつのレベルとか、もう自殺を考えちゃうとか、なんかもうそういうレベルまで落ち込んだんですか。ね、目が覚めた直後は、まあ、正直な話あった。自分がその状態っていうか精神的にものすごく不安定な状態になってるってことを途中で気づいて、はい、おい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 大丈夫かお前みたいな。もう一人自分が。そうそうそう。な、大丈夫かお前、ガクトしっかりしろよみたいな自分にその言ってる時はあった、はいはい、それ自分が精神的に不安定だなと思うのはどういうところからそういうふうに気づくんですか。もうなんかね、同じとこぐるぐる回ってるんだよね、脳思考が、それ幼少期に体験してるからもともと幼少期の時は精神が不安定だったからね、うん、同じことをブワーッとこう何回も何回も同じところを巡って考えてしまって、それが苦しんで止まらないから、うん、でその感覚にハッて気づいた時に、おい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 、お前ガクトだろ大丈夫かしっかりしろよみたいな、もう一人のガクトが言うんです。そうそうそう、はい、こうなんか叩いてる感じ病人を。そうそうそう、ただ叩いてる感じ。その時は本当になんていうのかな、やっぱ体って心と直結してんなっていうのをすごい感じた、はいはい、健康であることと心が強くあることって結構イコールだなって、はいはい、本当に思った。 勇敢なるノースブリッジ編集部員たちよ、これまで惨憺たる卑劣な偏向報道を続けてきた地球報道メディアの半数は宇宙に消えた。我々が長きにわたる潜入取材で勝ち取った2023年9月4日出版のこのガクト敗戦記こそ世界の驚嘆に値するガクトの真実である。全ての事件の真相を正確に伝えてこなかった地球報道メディア、そして独断で正義を振りかざす軟弱なアンチ集団にいかほどの言い分が残っていようとも、それはすでに形骸である。正直に言おう、炎上におけるいかなるアンチコメントもガクトは読んでいない。そもそもガクトは世間をざわつかせるために生まれてきた。我々は地球のためにガクトの全てを白日のもとにさらさねばならんのである。果たしてガクトは黒なのか。
白なのか。それを決める陪審員はこの本を最後まで読んだ読者たちだ。よくやった、ノースヴィレッジ。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.